カツオの町として知られる中土佐町で昨日行われたカツオ祭り。新鮮な初ガツオを楽しめる毎年恒例の人気イベントです。カツオ祭り乾杯。飲んで飲んで。例年1万人が訪れますが、新型コロナの影響で2020年はオンラインで開催、おととしは中止に。全国のファンの要望があったことから、去年は160人限定で復活しました。今年は予約枠を400人に増やしたところ、受付からわずか2日で埋まるほどの人気ぶり。3時間限定の開催でしたが、県内はもちろん関西をはじめ県外からも熱烈なファンが訪れていました。東京から帰ってきました、これのために。はい、楽しみにしてました。高知といえばのお祭りだと思います。よさこいに負けんくらいの大好きなお祭りです。やっぱりお祭りが戻ってきたなという感じですので、私的にも楽しく今日はイベントをさせてもらってます。メニューは初ガツオを使ったたたきやカツオ飯などカツオ尽くしです。最高です、めっちゃ最高です、美味しいです。中にはスタッフとして20年関わってきた町の職員も。一回お客さんで来てみたかったカツオ祭り、もう最高だね。もう何より同僚が一生懸命働けるのがいい。もうすいません、今明日の片付けで伝えます。また会場にはエプロン姿の池田博光町長が登場。調理師免許を持っている池田町長、油の乗ったカツオのたたきを自ら切って提供します。今日のカツオはね、めちゃくちゃいいですよ。これ今ね、この小口見てください。これほらほら、おいしそうですね。これええ色、最高ですよ。これ今日のカツオは最高、間違いない。会場にはカツオの一本釣りコーナーも設置。実はこのカツオは木で作られていて、重さは本物に近い1匹2キロもあります。やったー、釣れたね。怖いの？怖くないよ。カツオの尾びれにはくじがついていて、カツオのぬいぐるみがもらえます。もう全然釣れなくって。でもスタッフの人に引っ掛けてもらってやっと釣れました。前コロナで全然こんなのなかったので、すごい久しぶりに楽しんでます。カツオ祭りは大盛況のうちに幕を下ろしました。